東京都立国際高等学校は、東京都目黒区駒場2丁目にある都立高等学校。国際バカロレア認定校。都立高校としては、唯一の国際学科を設置している学校である。進学指導特別推進校に指定され、入試問題は英語のみ事項作成問題を導入しており、高度な英語力が要求される。帰国制枠や在教外国人枠もある。 2015年5月に日本の公立高校で初となる国際バカロレアディプロマプログラム認定校となった。言語教育が極めて重視されており、外国語の授業では海外の出版物が多く利用されている。ドイツ語、スペイン語、フランス語。すべての第二外国語の授業はネイティブの教師によるレベル別に分けた。 少人数のクラスで構成されており、日本語の苦手な帰国生、在教外国人、留学生などを対象にした日本語の授業もある。英語は2クラスを4から5つのレベルに分けて少人数制になっており、最上位レベルはネイティブの教師から英語のみを使った授業になっている。それ以外のレベルでも日本人の英語教師とネイティブの教師が2人で教えるチームティーチングを多く取り入れている。 英語圏の大学に進学を目指す生徒のために、サットと,とトーフルを準備するためのクラスがそれぞれ設けられている。日本国内出身、英語圏の帰国子女、英語圏以外の帰国子女など様々なバックグラウンドを持つ生徒が集まるので、英語、国語など、習熟度別のクラス分けになっている。課題研究が2年次と3年次の必修となっており、入念な調査研究のもと、 本格的な論文執筆が行われる。独自科目の国際理解では、文化理解、社会理解、環境表現の3分野について、学校政策の独自のテキストを用いて学ばれている。また、校則は大きく分けて、基本、自転車、バイク、自動車による登下校は禁止。本校指定の制服を着用すること。公共物、学校の施設を大切にすること。 の4つのみであり、自由な交風となっている。8割以上が文系の大学を目指し、海外大学を目指す学生にも配慮されたカリキュラムになっている。上智大学へは、毎年多くの生徒を進学させている。様々なバックグラウンドを持った生徒が在籍しており、全体の3分の1から、半分が何らかの海外滞在経験、または在教外国人で占められている。 一学年におよそ240人の生徒が在籍していて、そのうち40人の帰国生枠、25人の在京外国人枠、15人の9月入学枠などの入学枠が設けられている。帰国生と在京外国人枠の規定に合わないなどの理由で一般枠で入学する帰国生、さらに毎年数名の1年間の留学生が在籍し、 姉妹校などの生徒が短期間訪れることもある。全国初の公立の国際バカロレアコースとして2015年に新設された。海外大学への進学を目指した専門コースであり、学年の定員は25名。生徒2017年現在62名に対して、教員数は20名となっており、語学力に優れた専任教員が在籍在籍している。通常授業は、 国語や日本史といった一部科目以外はすべて英語で行われる。ありがとうございます。